では聞いてください、赤い点。早速ちょっと時間がねあれなんでやっていきたいと思います。聞いてください。二人ここで初めて会ったのは二月前の今日だね。キスの仕方さえまだ知らなかった、僕の最初のスウィートガールフレンド。たわいもないささやかな記念日、暦にそっと記してた。去年の日だけで尋ねると、少し戸惑って答えた。前の彼氏の誕生日だと笑って答える、笑顔歯がゆいそんな話は耳を塞ぎたくなるんだよ。確かに君が彼といた3年の思い出にはまだかなわない。それでもこんなに好きなのに、すれ違いの数が多すぎて、これ以上繰り返すよりも、あなたの心が答え出すまでこのまま二人合わない方が、それが明日でも五年先でもいつでもここで赤い糸しっかり結んで。つぼみだった花はもう艶やかな色をつけた。秋が過ぎ冬を越え枯れ果てた。今の僕を映してる時間ばかりが無情にも過ぎ途方に暮れる。まぶたの裏に他の誰かと歩く君の姿が浮かんで、もう二度と会えないような気がしていた。答えが今
たちが溢れた涙で滲んでゆくよ。あの場所へ迎えに行くから、泣かないでおくれ。今日は二人の一年目の記念日だから、お祝いしようよ。強く結んだ糸が届けずにいたことも、愛されることを望むばかりで、信じることを忘れないで。ゴールの見えない旅でもいい、愛する人と信じる道をさあゆっくりと歩こう。赤い糸でした。声から出た。はい、ということでね、東京都内全940駅すべての駅で路上ライブやってます。リンリンのジャスティンと申します。ということでね、品川駅、717駅目でした。本当に皆さん ありがとうございました。